皆様こんにちは。6月2日金曜日にアメリカの雇用統計の発表がございます。まずマーケットが一番注目しておりますのがノンファームペイロール NFP と略されますが、非農業部門の雇用者数、これが増加がどのぐらいなのかということをマーケットは注目をしております。農業部門以外の産業で働く就業者の数を非農業部門に属する事業所の給与支払い帳簿をもとに集計をしたものです。経済指標の中で最も注目されている指標の一つであります。夜の9時半に発表されますが、失業率自体は前回は 3.4%、 今回の予想は 3.5%、 0.1% ほどその失業率が上がりますが、これも四捨五入をして少数第2位を四捨五入しているので、本来であれば 0.1% の差はさほど大きな差ではないというふうにお考えいただいてもいいかと思いますが、一応マーケットの方はこれが 3.5% 予想が例えば 3.4 になるとか 3.6 になるとかといった 0.1% の違いでも結構反応をいたします。あと、ノンファンペイロール、こちらが前回25万3000人、これが19万人という形で、人数自体は少し減少するという形になります。あと、平均賃金、前月比が前回が 0.5% ですが、今回は 0.3%、そして平均賃金の前年比は 4.4% が、今回も 4.4% といった形になりまして、この予想だけから見ると、失業率が若干上がり、ノンファンペイロールが人数が下がり、平均時給が前月比が下がるといった形でございますので、少しは前回に比べて、若干雇用の方は影響が少し出てきてるのかなというような予想が出てるのかと思います。雇用統計の失業率の推移を2021年の9月から振り返ってグラフにしてございますが、4.8% ぐらいだったものがですね、どんどんと低下をし、3.5% のところでちょっと横ばいになりましたが、今は 3.4% といった形で、過去まるまる約2年ぐらいの中で最も低い水準で推移しているといった形になります。また雇用統計ノンファンペイロールでございますが、同じ時期こちらの方はコロナの影響もございまして結構ブレてはおりましたが、こちらの方がですね、景気の回復とともにものすごい90万人とかこう増えた時もございますが、現状のところは20万から30万の間ぐらいで推移をしつつ、過去の中で言えればですね、一応20万人ぐらいになれば完全雇用に近いと言われております。これを考えますと、非常に景気自体は雇用の面から見ると安定をしているというふうに言うことができるだろうと思います。これだけ安定してるからこそ、景気が過熱感あってインフレ懸念をなんとか沈静化させようということで FRB が利上げをしてきておりましたが、結果的にはその利上げをしてもですね、雇用がガクンとこう落ち込むというところまでは、いないといった現状です。さて、雇用統計の直後のですね、ドル円の値動きについて見てみたいと思います。3月にはなんと2円40銭という大暴落をやりまして、4月は90銭の吹き上げ、5月も90銭の吹き上げでございました。雇用統計の発表を挟んで、かなりマーケットがボラタイルになりますので、やはり基本的にはポジションを例えばスクエアにして迎える、もしくは発表直後はまず一回様子を見た上で次のですね、流れをこう見定めて入るといったことが一番いいのかなというふうに考えております。今回の雇用統計、6月に関してですね、少なくとも7割から8割ぐらい、6月、7月連動で考えたらもう少し高いかもしれません。利上げの予想が立っております。従いまして、当然まあ利上げをされることはもう間違いないというふうに考えてもいいのかなというふうに思うんですが、ただし、この反応がですね、これで打ち止め感が出てくるのかどうかというのをやっぱり大事に、その後の動きを見ていきたい。このように考えております。さあ、どんな数字が出てきますでしょうか。金曜日の雇用統計、非常に楽しみです。ぜひ大注目していただきたいと思います。ありがとうございました。